はい、どうも、テラクラりリテラコスタでございますえ。今回はですね、化学基礎、物質の3体についてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。この3体というものに関しまして、物質の3体ですね。えー、まず、氷をイメージしてください。氷の固体。固いですよね、氷って。それが温度を上げていくと、液体になりますよね。 えー、固体、液体というふうになっていて、液体をさらに熱する、熱すると、鍋とかね、えー、で、熱すると、気体になりますよね。この固体、液体、気体のことを三体と言います。物質は何かしらで固体になり、液体になり、気体になりますよと。これが物質の三体という基本構造という、基本的な変化っていうところをですね。覚えていただければなと思います。 えー、状態変化の名前をぜひね、覚えてい、えー、言ってほしいなと思っておりまして、まず、固体から液体になるものが誘拐、液体から液体になることを蒸発なんて言い方をします。逆に、液体から液体になることを凝縮、液体から固体になることを凝固なんて言い方をします。で、液体をですね、通り越してですね、液体に固体が気体、もしくは気体が固体になることを消化なんて言い方をしますよ、というところも覚えておいてください。 次ですね、え、有点、沸点、凝固点というのを覚えていただきたいなと思っております。ざっくり言えば、固体が液体になる、えー、最初の温度。液体が液体になる最初の温度。え、これが、えー、赤いやつが有点、えー、ですね。で、黄色いやつが沸点です。で、凝固点というのは逆です。液体が固体になる温度のこと。これを凝固点っていうふうに言いますよってところを覚えておいてください。 言点、沸点、行固点です。で、セルシウス温度っていうのを覚えておいてください。皆さんが基本的に、えー、今まで使ってきた温度の単位です。えー、氷が水になるのが0度。で、水が気体になるのが100度、えー。これを基準にした温度っていうものがセルシウス温度というものになります。 これを一度ずつ刻んでいくようなイメージのものがセルシウス温度です。これにね、ファーレンハイトン温度っていうものと、えー、ケルビンっていうね、えー、ものも存在しますよっていうところを覚えておいてください。そう。基本的に日本で目にするのはこのマシ C と書いたセルシウス温度です。えー、アメリカとか行くとマル F というね、ファーレンハイトン温度というものを採用してますよと。 科学の中では、ケルビンですよっていうね、K でって書くものもありますよっていうところは頭に入れといていただければなと思います。次にですね、量子の熱運動について語っていこうと思うんですが、まあ、個体です。個体っていうものは基本的に動かないですよね。硬いですよね。でも微妙にですね、こう、粒子っていうものが、えー、動いてます。 で、液体になるとですね、もう好きなように動いてます。ただ、この、なだろう、液体って、いきなりこうなんか、バラバラにならないですよね。液体って液体のままですよね。固体が溶けた、ああ、もの、のイメージですよね。まあ、その、ま、ガムでもいいです。ガムで固体じゃないですか。それを噛んでると、なんか柔らかくなるじゃないですか。ああいうようなイメージで、 柔らかくなるようなイメージ。えー、固体っていうのは基本的に硬いんですけども、液体になるともうドロドロになるか、ああ、そういうような、ちょっと動きがつきやすいような。まあ、ええー、なんて言ったらいいんですかね。泥遊びみたいな。土って硬いですけど、水を加えるとなんか粘土みたいになりますよね。そういうような形でちょっと動きが出てくる。えー、これは、えー、熱運動が、ああ、関係しますよというところのイメージ持っといてください。 で次にですね、液体です。もうなんかもう、えー、液体はもう本当にもうまとまりなく上に上昇して、えー、もう空気と一緒になってしまうような、もうまとまりがないようなイメージ。固体はめちゃくちゃ軍隊的なまとまりがあって、液体はなんか遠足のエンジンみたいな形の、 動きがあって、もう、期待に関してはもうヤンキー以降なのかっていうぐらいですね、まとまりはないというような、学級崩壊しているようなイメージを持っていただければなと思います。はい。固、ねえー、体、液体、液体のですね、熱運動についてご理解いただけたかなと思います。次やっていきましょう。えー、粒子間の力ですね。えー、これがですね、表面張力っていうものがありまして、要は水を コップに注いだことありますか注いで注いでギリギリのコップのギリギリのところまで注いでも、もうちょい、数ミリレベルですけども、注げることってありませんそういった動画はありますよね。あの、YouTube の動画でもそういうので、なんかこう、なんとかチャレンジみたいなのでありますよね。あれです。普通にサラサラのですね、えも、ー、う、の 私は私みたいな形のですね、サバサバした分子、粒子であれば、もう、コップの高さを超えたら壊れてくるんですけども、水って、水同士って仲いいんですよ。めちゃくちゃ惹かれ合うんですよね。まあ、親子なのか、恋人なのか知りませんけども、結びつきやすくなるんですよね。なんで、こう、内側にこう、付き合うので、 多少コップのですね、高さを超えても、多少ですね、えー、水分子同士がくっついていくんで、ちょっと限界を超えるレベルでですね、水を注ぐことができます。これのことを表面張力って言います。はい。えー、表面からこぼれるんじゃなくて表面の分子が、えー、引っ張り合うと言いますか、 えー、引かれ合うようなものを表面張力って言いますよってところを頭に入れておいていただければなと思います。まあ、そんな形ですで,すで,すですね、今回は物質の3体についてお話しさせていただきました、えー。この動画がためになったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。